ジュゼッペ・アミサニは、イタリアの画家である。華やかな色彩で描いた女性の絵で、世界的に人気があった。北イタリアのロンバルディア州パビーヤ県の名デで生まれた。パビーヤの工業学校で学んだ後、ミラノのブレラ美術アカデミーで、チェーザレタローネやビニャーミに学んだ。はじめ、歴史画や神話を題材に描き、1901年にアカデミーのミリウス賞を受賞した。この頃、 ウンベルト・ボッチョーニがパリから戻り、しばらくミラノで活動していて、アミサにも印象派やアールヌーボーなスタイルの影響を受けた。官能的で大敗的な女性の人物画を描くようになった。1912年に女優のリダ・ボレッリの肖像画を描き、人物画に贈られる、ふまがり賞を受賞した。1九百八年から九百十八年は、ブラジル、サンパウロで活動し、 ブラジルの社交界で人気となった。第一次世界大戦後は風景画も描くようになり、イギリスや北アフリカを旅した。1924年から1926年はエジプトに滞在し、オリエンタリズムに影響された作品も描いた。カイロではエジプト王ファールーク一世の肖像画も描き、王の宮殿の装飾画も描いた。1930年代に、 再び活動を人物画に戻し、しばしばイギリスやイタリアの上流階級の人々から注文を受けて肖像画を描いた。1941年にガンでポルトフィーノで死去した。ありがとうございます。